ぱり行き渡ってる、うん、この油が、はい、美味しそう。全部絡まっちゃうんですよ。本当だ。これ生タメイゴ、これなんですよ。お、どうも皆さん、リュウジです。ということでですね、今回はですね、私前ですね、至高の焼きそばってのをやってて、その焼きそばも僕がもう本当にこの上ないぐらい美味しいと思ってできた焼きそばなんですけども、それとですね同じぐらい美味しい焼きそばが今回できてしまいました。究極の焼きそば、至高 VS 究極ですね。ということで、今回はですね、私が作るですね、究極の焼きそば。至高の焼きそばとはね、作り方も材料もちょっと違うんですよ。僕の作る究極の焼きそばです。やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料紹介いきます。あのね、究極の焼きそばはマジシンプル。焼きそば、まあこれね、あの、まるちゃん。普通の袋麺と袋麺の粉末ソース。至高の時はねこれ使わなかったんですけど、今回使いますから。お肉がね、豚バラ薄切り、あのね厚切りとかあったら厚切りとかでもいいんですけども、今回はまあまあ手に入りやすい薄切りを使います。はい、長ネギ大体 20g ぐらい、もやしですね半袋なんで、100g、 もうほとんどの具がもやしです。だから作りやすい。以上の食材やってきてます。究極の焼きそばをこれから作っていくんですよ。焼きそばを作るために何が必要かというと、やっぱ究極の飲み物ですね。今回は僕の思う究極の飲み物を作っていきたいと思います。ちょっとそんな段取りだったっけ。お酒のお姉さん小雪です。お久しぶりです。いつも拾うとこ見せてないんだけどね。これで使うことになっちゃいましたけど、さっきは飲んでたもんね。できてるんだけど、はい、今日はハイボールで、はい、っていうか久しぶりじゃないこれ。久しぶり。乾杯。乾杯。うぅ、最高。しみる。最高だぜ。おお。ということでですね、今回はアシスタントの小雪と一緒にですね、はい、焼きそば好きでしょ。大好き。大好きでしょ。なんで好きなんですか。お祭りの味がするからです。ですね。はい、はい、お祭りっぽい味もする今回の焼きそばでございます。はい、はい、やっていきたいと思います。ということでですね、やっていきたいと思います。俺はちゃんと料理する、うんうん、過去の自分に教えてもらって。そう、過去の自分に。じゃあだってさ、飲んでると分かんないからさ。僕最近ね、鰹節大好きなんですよ。これをレンチンするの。40秒レンチンします。はい、はい、40秒レンチンします。はい、チンすると、で揉むじゃない、うん、そうすると鰹節の粉もで、これね、ディーンの池村さんに教わった。教わった。こんな感じで。おお、すごい。粉にすると、鰹節の香りが効いた焼きそばってめちゃくちゃうまいんなんで、これを粉にします。焼きそばの袋、うんうん、麺のこの粉末ソース。この粉末ソースを舐めてた。でも、うん、これめちゃくちゃうまいことに気づいた。これはね、余すとこなくもう全部一袋使っちゃう。お醤油。はい。小さじ半分。はいはい、はい、で、これ小さじ1ですね。何でも美味しくするで、はい、おなじみ。そうです。はい、これ小さじ1。お酒、僕の大好きなやつですね、うん、そうね。はい、これはあの実際飲んでも美味しいお酒です。本当？そうだよ、清酒って書いてあるでしょ。本当だ。料理酒と。でも料理のためのって書いてある。そう、あ、でも飲んでも美味しい。飲んでみる。小雪に大さじ1杯の。はい、小雪の大さじ1杯どうぞ。美味しいね。美味しいでしょ。飲めるかって言おうかと思ったら本当に美味しいじゃん。清酒って書いてあるやつだと美味しい。これでこいつは OK。 材料切っていきましょう。じゃあ、切っていきます。はい、じゃあ俺切っていくから応援してる、うん、ネギ切っていくんだけど、うん、今回は長ネギの青いとこ。あんま使えないからいいね。そう、これね香りが強いから青いとこのが。へえ、うん、うん、まあこうやって半分、うん、半分に切っていくと、うん、広がるんだけど、うん、ちょっとね、なんていうのかな、重ねて千切りにしていくんですよ、細切りに。ほう。そうすると色合いが良くなる。なるほどね、うん、普段使いもできる究極の焼きそばなんで。いいね。そう、お昼ご飯に焼きそばってテンション上がるよね。うちよくでしたよね。じゃこんな感じで、はい、ね、あ、ネギの青いところ、うん、これがね、彩りにもなるん で、うん、でこれはね、もやしとも合わせちゃいます。ほーい。はーい、3等分ぐらい。3等分ぐらい、うん、オッケー。はい、出番終わり。もう切り終わりましたね。はい、もう包丁いりません。はい、包丁いりません。はい、じゃあやっていきましょう。うん、ラード、
すごいね、うん、これを大体ね8センチぐらい、ほい、はい、入れて、でこの焼きそば麺、うん、この袋のままでいいから、うん、4、50秒チン、でその間にラードを熱しておく、麺をチンしてほぐして、うん、ラードでパリッと焼くんですよ。ほらさっき屋台の焼きそば好きって言ってたじゃん。屋台の焼きそばがなんで美味しいかっていうと、やっぱりね鉄板でパリッと焼くから美味しいんですよ。なるほど ね、なんで今回はもうパリッと焼きます。これはい、じゃあチンしたのがこちらですね。すごいね。そうそうそう、これねチンしたのさ、で今中火で温めてるんだけど、うん、ここに入れちゃう。いい音。ほらすっごいほぐれんと、うん、もうこれほぐしちゃう。ラードはねあくまで多め、うんうん、でパリッと焼いていく。はい、麺ってほら小麦でできてるから、うん、このラードでこうジュッとやると、うん、ビャッとなるよ。焦げ目がついてね、うん、香ばしさもつくし、うん、食感も変化が訪れる。なるほどね。ほぐして丸くしたら、うん、まあ、このままちょっと焦げ目がつくまで焼いてます。お肉先に焼くとかじゃないんだね。これはね、麺から焼くんですよ。あんまないね。あ、いいとこ聞いてた。焦げ目がか、つくまで、うん、焼いていきます。ポーチあんまいじらないでね。あんまいじ、ほぐしたらあんまいじらないで、うんうん、これね、はい、ちょっと動かすとこう、ちょっと、ね、固まってくる。そしたら、うん、こうすると料理研究家です。まあまあもう別に そんな別に今ポイントじゃないんだけど、うん、真ん中開けんすよ。お、そしたら真ん中開けん、うん、この麺ちょっと強引にこう開けて。かわいそう。豚肉、このこのスペースで焼いていきます、うん、はい、真ん中で焼くことによって、うん、この豚バラっていうのも油を持ってる、はい、なんで、うん、これを炒めていくことによってこの油が、どん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 この麺にね吸い込まれていく。催眠術かけてる。豚バラはねカリカリに焼かなくていいから、麺がカリカリなんで、うん、豚バラまでカリカリになっちゃうともう全部カリカリになっちゃうんで、うん、なんでこう豚バラソフト、うん、火が通ったなぐらい、火が通った、うんうん、そうするとこうね、この、うん、ここな、ね、中をね、これ行き渡ってる、うん、この油が、はい、美味しそう。麺さ、もうバリバリでしょ、これバリバリ。これなんですよ、もやしと長ネギ、はい、これはもう上からガッといきます。いい色見たね、確かに。そうなの、だからやっぱね、青が入ってた方が食欲が増す。九条ネギみたいな感じだね。あ、そんな感じね、これね、かつお節と、うん、粉末ソースが沈んでるんで、うん、これを混ぜていただいて、ここにバーッと、あやー、ここ飲酒チャンス、飲酒チャンス。うー、脳に直接来るね。で、これはソースにお酒の水分とか結構入ってるんで、これでパリッとしすぎたこの麺がちょっと戻ってくる。生き返るんですね。生き返る。うわー、おい、うわー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 、もうこれ終始中火なんですけど、はい、もう全部絡まっちゃうんですよ。ほんとだ。これを火止めて、うん、でここで黒胡椒、はいはい、結構ね入れちゃって平気。俺の場合は、うん、スパイシーなの好きだから、うん、思ってる3倍ぐらい。はい、そしたらもう OK。 うん、はい、じゃあ盛り付けていきます。はい、じゃあ盛り付けていきます。はいはい、じゃあまあまあ絶対好きだと思うよ、うん、ネギの青さがさ、うん、出てもいい。そうだね、はい、全然違うわ。で、ここで、これはね、ひた焼きそばを踏襲してますんで、うん、これ、ね、ひた焼きそばっていうのはトッピングでね、卵を入れるんだけど。なんですって？卵って大体、目玉焼きじゃない？そうです ね目玉焼きじゃない、我が家のね。なんと生卵なんです。生卵？生卵これなんですよ。お焼きそばのトッピングに生卵ってやばい。ちょっと追い胡椒したいですね。はい、酒飲みですかね、またできたしね、はい、いいね。あ、もう勝ちです。勝ちました。ね、はい、ということでこちらで究極の焼きそばの完成です。俺のセリフ。はい、それではできましたのでいただいて、これハイボールでいいですか？ビールが飲みたいな。俺も缶のままがいい。乾杯乾杯。うわ
ラードと豚肉の脂の甘みすごくない？うん、よく言うとパレット感がいいんだね。豚肉の脂と最初のラードのコクでちょっと高級感もある。うん、パリッとした中にももちっとしたところが残ってる。うん、うん、うん、私のやり方はこれ。ネギの青いとこのちょっとした苦味が大人っぽくしてるわ。ネギはね必要なの。うん、ネギは必要。ブラカップに入ったビール飲みたい。あー、わかる、うん、タイの生ビールだね。うん、わかる、飲みたいね。うん、今回は具は最低限なんだけど、うん、麺のパリッとさを強調したかったから、うん、あえて具を少なくしてるね。うん、なるほど。マネースを足していただいてもラー油とか増えてもちょっと塩が増えないし、ジャンキー。うん、しょっぱいしたね。お祭り気分は人を酔わせるからね。俺の YouTuber いつもお祭りなんだけどね。俺の YouTuber いつもお祭りなんだけどね。ということで、この究極の焼きそばめちゃくちゃうまいんで、ぜひ召し上がってください。お家でお祭りだ。見た、この間の小雪のチャンネルに収録されてる俺。私が編集してるんで見てるよね、そりゃ見てらんないけどさ。あれはマジで酔ってた。知ってる知ってる。見てらんない。本当に見てらんないね。ああ、覚えてねえもん。うん、私もあんま覚えてないんだけどさそれもどうかと思うよ。編集で知るない。